レイバー。それは産業用に開発されたロボットの総称である。建設土木の分野に広く普及したが、レイバーによる犯罪も急増。警視庁は特化車両にかパトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。通称パトレイバーの誕生である。なあ、お前将来何になりたい？わからない。そうか、俺もわからないんだ。十字方向、お客さんだ。おい、お客さんが多すぎるぞ。くそ、クリに ATM ランチャー仕上がった。逃げろ。何やってんの、しげさん。うん、いやね、今度新入りが入ってくるってんで、3号機のデータ。そっか、うちもいよいよ。こういうのはやれるうちにやっとかないとね。あれ、しげさん、そこのパソコンも使ってるの？あ、いや、使ってるのはここだけだよ。これこれ。あれ、本当だ。なんだろうね。あ？あ？あ？うわあ！だ、大変だ！ハッキングされてるじゃないの！あと、あれ？普通のファイアウォールじゃダメだね。と、佐久間教官が出張のため臨時で教官を務めることになった特殊二課第二小隊の太田巡査だ。短い間だが貴様らひょっこに基礎をみっちりと叩き込んでやる。そもそもレーバー隊員たるもの、日々の鍛錬を怠らず、月月火水木金金の精神で技術の…いいか、何事も気合と根性だ。そ
そんなこともできんのか、このボケ。グラウンド募集しかや、どこ狙っとってんだこのボケ。ほら、よし、今日の訓練はここまで。ここいいですか。こんにちは、空谷緑って言います。よろしくお願いします。私もここの訓練生なんですよ。ここいいかな。俺は比嘉山ってんだ。よろしくな。ま、訓練生同士仲良くやろうや。お前何周走った。結局みんな走ってるんですね。それにしても今度の教官すっげえ張り切ってるよな。確かに厳しい訓練ですけど、すごく熱意を感じますよ。はあ、熱意もほどほどにしてほしいよな。連日砲を巡る戦争は依然として解決の糸口をつかめず、連日砲撃戦が行われている模様です。国連の再三にわたる停戦交渉も。日本は平和でよかったよな。本日は格闘戦の訓練を行う。レイバー隊の隊員となる貴様らには最も重要な訓練だ。格闘戦の目的は敵レイバーの停止、もしくは搭乗員を投降させることだ。下手に情けをかければやられるのは自分だということを忘れるな。実際に出動すれば嫌でも分かると思うが、格闘のできんレイバー隊員なんぞクソの役にも立たんからな。そこんところよく覚えとけ。そんなこともできんのか、このボケ。グラウンド募集。よし、これで貴様らもひょっこは卒業だ。最後の仕上げとして模擬戦闘を行う。相手は同じ訓練生だ。持てる力を出し切って悔いのないように戦え。それでは組み合わせを発表する。
げちまったよ。そこまで。よくやった。勝敗は重要ではない。最後まで戦うことに意味があるのだ。貴様ら、今までよく頑張った。俺が面倒を見てやれるのはここまでだ。明日からは佐久間教官が復帰されるはずなので、今までの訓練を無駄にせず、より以上だ。解散。たまらん。厳しい訓練を耐え抜いてこそ、栄光あるレイバー隊員としての未来が。栄光なんていらんから、早く楽になりたい。今日は何周だ？走ってない人なんているんでしょうか。レイバー OS のネットワークアップデートサービスが起動に乗り、 OS の書き換えが簡単かつ迅速に行えるようになってまいりましたが、そこにテロリストの魔の手が伸びつつあります。実際にレイバー OS が起動しなくなる、停止するなどの被害が。ネットワーク犯罪なら俺たちが出る幕はないよな。できた、できたよ。我ながら素晴らしい。はいはい。まあ名前はいいとしてだ、そいつが何するわけ？よくぞ聞いてくれました。このプログラムはハッカーがアクセスしてくると、そのアクセスパターンから不正規のユーザーであるとカンパし、すぐさま回線を切断、逆探知をかけ相手にエージェントプログラムを送り込むことができる。この送り込むプログラムは自己学習機能、自己改造機能、自己診断機能、自己増殖機能を備えており、仮に逆探した先のコンピューターにウイルスセッカーが入っていたとしても、自己改造機能で自分を改造し入り込むことが可能。さらに潜入後は自分の編集をさまざまな場所に潜ませることができ、定期的にこちらに情報を送り返してくる。さらにさらに自己学習機能と自己診断機能で定期的に自分のメンテナンスもできる。どう、すごいでしょ。ようわからん。お、眠そうだね、アスマ。暖かくなってきたのはいいんだが、眠くてかな。なんだなんだ篠原、そのヘナヘナした態度は。今日から新入りが入ってくるというのに、先輩である我々がだらけていたんでは示しが。そうね、先輩らしく落ち着きのあるところを見せないとね。太田くんもいい加減落ち着かないと後輩から甘く見られるわよ。自分がでありますか。バンバンぶっぱなす落ち着かない先輩がいると分かっただけで逃げ出さ。なんだと。でもさ、ほんと今度来る新人くんには期待しちゃうよね。紳士さんは総務課に出向しちゃったし、ひろみちゃんは長期研修でしばらく帰ってこないんだもん。そのための増員のはずだけど、入ってくるのは実践経験のない新人だから、しっかり私たちがサポートしないとね。
おお、みんな揃っとるか。本日はお日柄もよく、めでたいことに我が特殊二課第二小隊にも元気あふれる新入隊員が配属となった。おほ、かわいい。どっちがフォワードかな。お前たちが来るとは思わなかったぞ。若いわね。あー、ほらほら、静粛に静粛に。新人さん困ってるでしょ。空谷緑巡査、3号機。はい。江戸川区火災で404発生、特殊二課第二小隊直ちに出動せよ。江戸川区火災で404発生、特殊二課第二小隊直ちに出動せよ。あれ、まあ、隊長、この二人はどうするんですか。3号機はまだ。ああ、それはこっちで何とかするわ。お前たちは現場に急行してくれ。それでは第二小隊出撃します。お前たちには別の任務を与える。実はさ、篠原の鉢売り工場に調整と整備で出してあったんだけど、あっちもこっちも人手不足でね。悪いんだけど3号機を八王子まで取りに行ってほしいんだわ。はい。ああ、そうそう、うちのモットーはね、だからさ。いたか。ダメです。くそ。こんなところで。どうしたんですか。しっかりしてください。俺に構うな。大変だわ、早く病院に運ばなきゃ。こんにちは。はい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 、おりゃ、緑じゃないか。どうし、こんにちは、おじさん。緑、お前何しに来たんじゃ。あ、そうそう、実は怪我人がいるんです。出血がひどくて、すぐに見てほしいの。何、すぐ連れてこい。とりあえず、止血と縫合は終わったわい。じゃが、出血が多いんでしばらくは安静じゃな。そう、よかった。しかし、どうしたんじゃ一体。だいたいこいつは何者で。あ、そうでした。こちらは私の同僚の巡査です。そちらに寝てる人は道路で拾った人です。道路で拾った。はい、道路に倒れていたんです。おいおい、どこの誰だかわからん人間を担ぎ込んだってわけかい。私の名はクリシュナ・アマルナート。どこのどなたかは存じ上げないが、しかしここでじっとしているわけには。へえ、無茶するやつじゃわい。血が足らんのじゃ、しばらくは立てんぞ。とりあえずあいつはうちで預かってやる。目を覚ましてからどうするか決めたらええ。怪我人を放り出すわけにもいかんからの。ありがとう、おじさん。ところでお前たち、仕事の途中じゃなかったのか。あ、早く二課に帰らないと。渋滞に捕まっちゃいましたね。はい、こちら特殊二課第二小隊3号機キャン。お前たち一体何やってんの。まさかデートとかしちゃってるんじゃないでしょうね。してませんよ。首都高速の渋滞に捕まってしまって動け。あ、そう。それで今どこ。ベイブリッジの手前です。そいつはよかった。そうかそうか、いきなりでなんだけど、一仕事やってもらうよ。はい。
3号機はその場でリフトアップ。首都高速湾岸線ベイブリッジ上で破壊活動を行っているレイバーを速やかに確保し、以上。いきなり初仕事で単独任務っていうのもなんだけど、俺たちもさ、可能な限りそっちに急ぐから。はい、頑張ります。車両が多数停車しています。乗っていた人は避難が完了していますけど、蹴飛ばさないように注意してくださいね。サイラントの搭乗者の方、あなたは道路交通法違反並びにその他の法律違反を犯しています。直ちにレイバーを停止させて降りてください。全然応じる気配ありませんね。しょうがありません、やっつけちゃいましょう。よーく狙って、
タイラントの搭乗者の方、いい加減諦めて降りてきてください。ご家族の方が悲しみますよ。うん、ありませんね。3号機タイラントのハッチを開けてください。あ、起きた。あ、よかった。死んじゃったかと思って。まあ軽い脳震盪ってやつさ。もっとも3号機は頭が取れちゃって。ま、3号機かわいそうだな。あれだけの爆発に巻き込まれてかすり傷一つなしだったんだ。そうね、軽い脳震盪で済んでよかったわ。あ、そうそう、あなたが目を開かないものだから。そら、あはは、緑ったら大げさなんだから。だって、目を開かないんですよ。入隊早々偉い目にあったな、貴様。まっとも、これぐらいのことでへこたれていたんでは、レバー隊員なんて務まらんからな。さすが、いつもぶっ壊してる奴は言うことが違うね。なんだと？まあまあ、太田さん。それにしても初出動でいきなり単独任務だっていうのによくこなしたよ。こりゃ俺たちもうかうかしてらんねえな。なんで俺に振るんだい。葛西ベイブリッジで取り押さえた2台のレイバーについてですが、2台とも活動停止した段階でコックピットが爆破されています。3号機の場合はハッチを開くと同時に爆破されましたが、調査の結果、どちらの機体ともコックピットに操縦者が乗っていた形跡がないそうです。また事件の直後にテロ組織、海の家から犯行声明が出されています。あ、無人機だったんですか。通りで動きがぎこちないと思ったぜ。大方、見つかるとやばいものでも積んでたんだろう。無人機か。やっぱり海の家も人手不足なのかな。確かに無人機が暴れてくれりゃ構成員が逮捕されることもないわな。しかしぎこちないと言っても俺たちを相手に戦えるだけのプログラムを組んだんだ。相当な腕のプログラマーがいるのは間違いないだろうな。だからかな、コクピット爆破したのは。海の家って何でしょう。は？お前そんなことも知らずによくレイバー隊員なんてなれたな。おっと、それから先はこの私が説明してあげよう。海の家とは、環境保護の観点からバビロンプロジェクトに反対し、それを阻止線として過激な犯罪を繰り返す環境テロ集団なのである。バビロンプロジェクト断固阻止をうたい文句に、爆弾テロ、要人暗殺、政治的デモンストレーション、サボタージュ、銀行強盗にコンビニ強盗、果ては無銭飲食までやらかすという極悪非道な連中である。バビロンプロジェクトで大規模に使われているレイバーをもその標的とし、レイバー犯罪を繰り返し、先の戦闘の、あ、いや、もとい、レイバー工場連続爆破事件もこの海の家の仕業である。どう？わかった？はい。海の家は地球に優しいテロリストなんですね。だは！ああ、松井さん？後藤ですけど。やだなあ。お返ししますって、精神的に。